こんにちは、翔太です。それでは、それいけ未来都市と空飛ぶラッシュアワーと、箱に運ばれて、ちょっと確か結構難しかったような記憶があるんで、まあ、できるところまでやっていこうかなと思います。じゃあ今回はピエロでやっていきますか。これ、あべこべ、なんやろこれ、夜の街になるみたいな感じかな。それぐらいなら全然いいけど、なんかっぽいな、夜っぽいわ。夜の街は昨今はもうだいぶ通ったって言い方はあれですけど、ちょっとコロナで何とも言えない感じになっちゃいましたからね。あ、やっぱそうやわ。そう？ちゃうわ。は？え？え？え？何これ？水の中になってる。え、これ炎出てなくない？出とるんかい。これ一周目はどんな感じ？全部はできてないか。まさかこんなことになってるとは思わんかったな。うそん。この裏とかここに額あったりないな。遅っ、めっちゃ進行遅いんだが。あれ右の奥なんか箱っぽいある。あれ箱か。もうちょっと行ってみるか。お、危ね、落ち、待てよ。むずいぞこれ。むずい。ただでさえむずいのにめちゃめちゃむずくなっとる。これまでと操作感変わりすぎなんだがあれ右にあんのってなんやろ。なんか空間っぽいのが見える箱じゃない気がするけどね。まあ行ってみますか。待って、わけわからん、わけわからん。これまでと機動性が全然違う。ちょっと待って、練習していこう。見にくいし操作しにくいしだいぶきついちょっと私このステージずっとできないっすわ。酔うわこの歪んだ感じちょっとここはゆっくりやっていこう。マジでよ。これで右何もなかったらだいぶショックなんですけど。何もなかったじゃあまっすぐ行っか。もうそれがまだスタート地点やで、これ。やり直した方がいいのではってぐらいやねんけど。やり直すか。これか。はい、再度頑張っていきましょう。
タイムアタックとかなんかやばそうやな。やらんけど。もう私タイムアタック諦めた身の身なんで。やばい、見え。何？やばこれ。何してんの？目の前のゴミ箱は。あ、そういうこと？目回るってことね。うわー、マジか。そこでチェックポイント。よし、よくピエロその髪型を維持しているな。こっからはポケデバか。え？お、あ、水のスピードが、あ、そういうこと？めっちゃいいやん。アポケデバにこんなに感謝する時が来るとは思わんかったわ。危ね。よく今生き残ったな。何？重力？重力だね。なんもないな。おい。これはやりやすいのかもしれない。ちょ。ここなら大丈夫やと。何？ちょ、来すぎ。危ね。いや、これは酔うぞ。めっちゃ酔ってるぞ、今。あったこんなところも。これでオッケーか。いい。まあ、やっていきましょうか。何あれ？ TNT か。だから、踏みゃいいんやね。
しよしよし、なんとか生き残ってる。これはどうしよっか。もうええわな別に。え、ちょっと見えへんってそれは。ただでさえ歪んでんのに。よーし、なんとかいったんじゃない。ここボーナスか。これディンゴとかタウナもこんな感じなんか。要するにこれ何、アポキシバ、アポキレバか。あーそっか、早なんのか逆に。ちょっと待て待て、早なるっていうか通常のスピードやな多分。上にあるの。でもこれ壊さずにはいけへんよな。え、あ、今ニトロやったんや。見えへんな。ニトロかどうかもわからん。ちなみにあと52箱。おお、だいぶ。いやー、でもどうせまた最後の1個がダメとかあるんやろうな。わけわからん、わけわからん。TNT 乗ろう、とりあえずあっこは。どうなる？え？戻ってみるか。え？戻れる？え？道がないんやけど。ああ、ええ、わからんわからん。とりあえず駆け抜けてみよう。行かなあかんのっちゃう。あれ、あ、なに、そこのタイム勝負か多分。なんか全てを無視して全力で行ってみるか一回。これ多分残しとかなあかん気するんやな。ということで
こうじゃない？来たんじゃない？どうすか？ここ？なんか、あ、これ押しゃいいんかな。何？踏むか。で、こっから下に降りて行きゃいいんよね。届いた。おお、危ねえ。やったー。よっしゃー。あ、ほどいよ。あ普通やったわ。あと、これで13箱か。どうやろう、いけるかな。そんな自分から迫ってくれるやつもいるんなら、いけてほしいけどな。ほら。おお。え。あと3箱。あと3箱ぐらいなら、なんとかしてほしいけど。え？あ、4回目死んでもうた。マジか。ん？ちょっと待て、わからんわからん。いや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 、乗ってや。あ、そこに1箱あるね。あのニトロで一箱ないと積みか。おっしゃ。じゃあ一周目何があかんかっていうんやろ。まあいいや。いやーちょっとこれはだいぶ疲れたな。ちょっとここのステージ私やるのだいぶスタミナを消耗するんで、ちょっとゆっくりやっていこうと思います。ちょっと今回はここまでにしようと思います。これからもクラッシュバンディック4をやっていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。